疑音症者、疑音症者、疑音症者じゃバナビハラ、正式名、キズキュー孤独炎少者、ギジュニッ孤独、恩少者、ボンゴ、ジェットボンネイサピンドダスやアーラーメは、インドのコーサラ国主と、シュラーバスティー、社営場、ゲンウッタルプラデイシュ州、シュラーバスティー県にあった寺院である。釈迦が説法を行った場所であり、天竺五少者、釈迦在世にあった五つの寺院の一つである。 ボンゴ名は、ジェータ大使の森、林と、身寄りのないものに施しをするアナッサピンドダを連記した、名であり、以下の由来による、コーサラ国のシュラーバスティーに、スダッタ、スダッタスダっツタという符号がいた。身寄りのないものを憐れんで食事を休していたため、人々から、旧孤独者あるいは、旧孤独長者と呼ばれていた。ある日、ったは、釈迦の説法を聞いて、これに消えし、 彼に、説法のための寺院、少者を寄付しようと思い立った。以前の仏教教団は一年中歩き回って、布教、宅発などの修行、遊行を行っていたが、浮きでの遊行は、虫や植物などを多く踏みつけて摂傷してしまうため、浮きだけは建物内で修行するようになっていた。暗居が、教団にふさわしい施設を書いていたからである。そして見つかった土地が、ジェータ。 ジェットは、ギタ大使の所有する援林、バナであった。その土地の譲渡を望むスッタに対して、ジェータ大使が、必要な土地の表面を金貨で敷き詰めたら譲ってやろう、と、戯れで言った。しかし、スラッタが本当に金貨を敷き詰め始めたため、ジェータ大使は驚いて、そのまま土地を譲渡しさらに自らも、樹木を寄付して、寺院建設を援助した。一方で、マスタニによれば、 ス立ッタが土地の取引を求めた際 J ータ大使がそれを強く拒否したため、ス立ッタは大臣に仲裁を求めたが、その結果、黄金を敷き詰めるという言葉によって大使がすでに土地の価格を定めたので土地は売却されなければならないとの最低が下り、ス立ッタは土地に黄金を敷き詰めて買収しという。そのため、この葬宴は J ータ大使特許孤独者、 すばった両者の名を冠して、木図旧孤独園と呼ばれ、そこに建てられた少女を、ジェータ大使の森、簡役で、ギダ樹、略して、ギジュ、身寄りのないものに施しをする長者、簡役で、旧孤独長者、略して、旧孤独の遠臨、園にある少女と呼び、簡役では、木図旧孤独園少女、略して、義園少女と称するようになった。熊ラ�などが、 漢語に訳した表記が、傷旧孤独園であるが、現状三蔵の訳では、受け大林旧孤独園となっており、言語により、近い表記となっているが、あまり広まらなかった。場所はであり、一体は、歴史公園に指定されている。公園内には釈迦が説法を行った場所とされる、行動、ガンダクティガンドクティ、釈迦が侵食を行っていたとされる場所やストゥーパドが、残されている。 また園内には、仏教において二番目に尊いとされる菩提樹、阿南菩提樹がある。北インドの仏教徒にとって、祇園少女は、聖地の一つとして、重要な位置を占めてい,いが、その中でもガンダクティが、最も重要とされる。江戸幕府三大将軍、徳川家光は、長崎のオランダ語の通訳、島の県、領、島の県領に、仏教の聖地、祇園少女の視察を命じている。 その頃、カンボジアのプノンペンの日本人町の人たちは、アンコールワットが、祇園少者であると誤認していたため、その誤った情報が日本にも伝えられ、大勢の日本人が、祇園少者の産経として、アンコールワットへ出かけていた。島の県両もその誤った情報により、そこが、天竺、インドの、祇園少者であると思い込んだまま、アンコールワットを、視察し、一枚の、 見取り図を作成した。また、一説には、森本和夫さが作成したとも考えられている。それが、当時の長崎奉行、藤原忠義によって、聖徳五年に模写され、その後所有者の変遷はあったものの、祇音症ジャズとされた、古地図は、今も、商工館、茨城県水戸市に保存されている。明治末期になって、建築史学者の伊藤忠太がこの見取り図を鑑定した、結果、 全体構造から押して、アンコールワットの水であることが判明した。と、平家物語の冒頭に歌われているところから、特に日本ではよく知られている。実際の祇園少女には金はなかったが、2004年に日本の日本国祇園少女の金の会が、盆栓と首楼を寄贈した。なお、盆栓は中国起源で日本に伝わったもので、元来インドにはなかったものである。 出自不明の集合神、五図天皇は、祇園少者の集合神とされる。そのため、五図天皇は、別名、祇園天神と呼ばれ、祇園天神を祀る神社を、祇園神社という。八坂神社、天皇神社など、別の名称の祇園信仰の神社も、祇園神社や、祇園様と呼ばれる。八坂神社の祭礼を、祇園祭という。総本社の京都八坂神社の門前町、 祇園は花街として有名である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。